社殿内部新大使水番鳥居、江戸名所杖、飯室山、長者穴、長森稲荷、え、長谷川切丹彩色、西尾忠久社,社門、伊達等に、梅鉢門、長森稲荷社は、神奈川県川崎市多摩区にある、北家神道系の神社。神仏分離が行われた後も別党寺の日蓮、周法湖と山安律寺によって祭祀が行われており、従って、 神社本庁には所属していない。境内は、安律寺の会期、段落ちや佐伯家の敷地で、社殿等は、宇治子工事である、長森稲荷子によって誤示されている。なお、祈願、主印等は、安律寺にて受け付けている。主神廃人建属、江戸名所図及び、新編武蔵風土機構の記述を踏まえ、 長森稲荷社では次のような縁起を定めている。伊予国宇和島出身の相馬左中という老人が、元六十年に慶の飛ばなわてで一人の美女に出会った。この美女は自らを、伏見藤森長森明神の剣族、私一銀狐神であると名乗ったという。翌十一年四月二十日に再び同様のお礼言を得た左中は神告げに従って、江戸に赴いた。 縁あってアザブビが、久保の住人、中原与兵にこの霊言を伝えたところ与兵は、感じるところがあり、自らご寸ばかりの長森稲荷大名人の身体を、彫刻し邸宅内に勘定した。その後、聖徳五年に、左中が没すると、和子、相馬家当時に身体が譲られたが、原文五年十一月に与兵の外孫である、佐伯助五郎へ真に継承されることとなり、 佐伯氏の宇治寺である安律寺の僧、起源によって、現在の地に遷座されたという。この時から安律寺が、長森稲利社の別当寺となり、歴代十字職が別当職を兼務し教に至っている。なお、中原与平国と伝えられる身体は、安律寺高神道の三十番神の位置として、収められている。佐伯助五郎へ間によって寄進された境内に、 混流されている。現在の社殿は、昭和26年10月に改築されたもので、約一軒四面の朱塗り後輩別流れ作りである。このうちには、重心が奉納した巻物図像形式の身体を祀っており、この巻物には主臣である、長森稲荷大明神の他に、灰神として、海紅葉大明神、聖夜大明神が、剣族として、超元金狐神、 私一銀狐神、あ通り暮れない狐神、あ三元狐神、あ県百子神が、それぞれ描かれている。また身体を治める朱塗りの図紙は、安律寺本堂に祀られている、祖師像を治めていた図紙と考えられ、明治5年11月22日に、第十一代別党、原殺院に当たるによって奉納されたものである。安政三年平身二月初馬。 別東方原産20世、原殺意に日当たる代名がある。法能主は、新橋の山和屋直吉、糸や木平、東ずや吉五郎と赤坂の大塚屋、九次郎、山本半兵衛、橋本長吉、東ずや、熊次郎等の商人衆であり、江戸府内からも多くの参詣者があったことが伺える。明治26年1月の混流。 中山鳥居型の石造りである。ありがとうございます。